はい、皆さんどうも、水太郎です。ポケモンスタジアム、ちょっとこのちょっと間があるのは、カセット見てコロシアムだったっけな、スタジアムかなっていうのを確認してるからです。ポケモンスタジアム金銀にわかトレーナーと学ぶポケモン講座みたいな題名です。やっていきましょう。今回ジムリーダークラスの途中からと、視点のクラスの視点のクラスのクイズをやっていきたいなと思います。ブンブンブン、蜂が飛ぶ。というわけで、ちょっとさっき前回の最後の方でちょっとどうしようかなって考えた時に見ちゃったんですけど、空を飛ぶ穴を掘るで当たる技、そこら辺を見ていくことになりますね。なのでロックオン電磁砲、竜巻、サイコキネスなんで、地震、プテラ、レアコイル、シードラでいきます。ただどっちが先に来るかによって変わってくるんで、まあプテラ、レアコイル、シードラでいいかな。ロックオンしてれば空を飛んでようか穴を掘るしようが関係ないんですけど、穴を掘るするって場合は大体地面タイプだと思うんで、電磁砲打っても意味ないんで、プテラからいきましょう。カイリーはダメですね。お前空飛ぶでしょ。空を飛ぶで当たるのは竜巻ですね。シュートに変わりましょう。おっと、いきなりのポケモンチェンジです。カイリーの空を飛ぶってあんま受けたくないな。でもシードラ防御さん高いからね。防御さんってなんだろう。シードラさん防御高いからね。正しいですね。はい、空を飛ぶ。翼、勝ってるのかな。竜巻威力2倍になります。ドラゴンなので効果は抜群ですね。お、オッケーオッケー。翼勝ってます。丸助もない海竜。威力2倍。威力2倍ってこれか。僕も大空に、空を自由に飛びたいな。強え。はい、竜巻で、ここの竜巻は2倍にならないんで倒せないですね。竜巻もまず使わない技ですよね。威力40だったかな。雷も当たりますからね。宇宙突も当たりますね。ないけど、はい、竜巻だ。風起こしも当たるのかな、確か。スカイアッパーか、あと、まあ、ちょっと当たる感じの技をやってみました。ダイビングはこの頃ってないんですよね。エアームドも空飛ぶのかな。でも鋼って、あれドラゴン、あ、ここであれか、レアコイルのロックオン電磁砲で抜群を取られた。気がないっすね。おっと、ひるんだ。あ、ひるみ効果がありました。熱いバトルが展開されております。あー、これ、おっと、これはいまいち。おっと、空高く飛び上がった。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。あー、今度はあまり効き目がありません。威力、やっぱ威力ないし抜群取れないからきついですね。いい当たり、耐えてしまったな。両者とも大健闘です。変えましょうか。ここでポケモンを交代します。ここでレアコイルの素早さがエアームを抜いてるかどうかによって、電磁砲を先に打つかどうかっていうのが、さあ、このポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。ここでロックオン。おっと、当たりません。この攻撃、そうか、素早さ勝ってるし、どうしようもないのか。ロックオンします。熱戦が続いております。ロックオン今エフェクト出たから当たるかなと思ったんだけど、別に当たんなくてもロックオンのエフェクトは出るんですね。この場面でジェットスリーアタック狙いを定めました。いいですね、スコープですね。ビームが出るぞってやつですよ。空を飛んでいきます。黙ったり小声になった時は、親が近くにいる時なんでご了承ください。今もまだちょっといるんで、もしかしたら黙ります。電磁砲いいですね、うん、お、倒した倒した、3つ落としましたね。で、最後は穴を掘るやつかな、なんでってらでしょう。そしたらもうすぐ変えましょうか。ウソキン、頑丈もないぜ。どうせ穴を掘るならプテラは効かない。ウソキンだったら先手が取れるんで、穴を掘るに対して2倍の自信が出てますね。
ボールが開いてポケモンの登場です。OK、行くぜ。シューン、そっきり穴を持って潜った。さあ、満を持して地震を打っていきましょう。威力2倍ですよ。地震とマグニチュードが当たりますね。よいしょー、足バタバタ。決まった。これは効果的だ。威力2倍で、あ、よかった。あー、ここで攻撃を全く受け付けません。HP の減りが遅いと不安になりますね。ここで地震攻撃。よし。オッケー。嘘っきー。全てのポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。嘘っきーあれか、ウッドハンマーとか覚えるんですよね。けだぐりってイメージがあるな、キングと。結局怪力とかさ、岩倉って覚えたかな、秘伝技要因になってしまいますよね。負けたことは負けたけど、コーダはまた一つ賢くなって自分のことを名前呼びするのか。男の子に対しては珍しいですよね。空を飛ぶと穴を掘る相手にも当たり技があるなんて、そんなの聞いてないよ。言ってないよ。相手の技と戦術を利用した完全勝利というわけで、最後、塾帰りのカズマくん。塾帰りはいつでも塾帰りだから、常に塾から帰ってないといけませんね。特防はバッチリした。物理でいけってことか。で、今さら、なんかラッキーとかハピナスとか、まあ、レリアンも特防高いですからね。なんで、まあ、物理でいけってことですね。人手間、スピードスター、光の壁。苦い極み、あんま関係なさそう。苦い極み、頭突き、光の壁。最高検出未来予知、苦い極み、みんな混乱、苦い極み。再現光線、リフレクター。のしかかり、ルージュラー、人手マン、バリアードか。攻撃が高いやつ、人手マン92、人手マン高いな、人手マンか。人手マン、バリアード、ルージュラー。だよね。ちょっと待って。技が不安になった。あ、そう、そう、今みたいにヒューってあります。大丈夫ですよね。B、A、右。で、みんな壁持ってるから、壁張れってことなのかな。一回普通に殴ってみましょうか。いや。おっと、ここで、まさかの、止まるという。あ、バグりました。一旦ちょっと待ってください。トレーナーを目指して今バトル開始。よし、戻ってきました。あ、ヘレキとか。ちょっとやだな。さすがに変えましょう。電気技飛んできたらやなんで。あっと、ポケモン戦、光の壁張ってくるのかな。ちょっとやっぱ怖いですよね。はい、バリアード。そう、ぐるぐるパー。光の壁を作れ。やっぱ作ってきました。おっ、これで特殊攻撃に強くなりました。さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ドクドク、別に良かったのか。そのポジション、ドクドク攻撃だ。ギャー、毒で少し終わらせる。かかったよ。良い攻撃。おっ、いい表情ですね。いい感じです。エレキットの方が早いか。フェアリーつきましたからね、バリアル。まずか。雷パンチ、あ、やっぱ持ってたか。激しい攻撃、上がった。まずまずのダメージ。94で毒ダメ入っちゃうから、鋭い攻撃。よし、壁張っとくべきだったな。あんま関係ないけど、もしかしたら壁の壁やっておきましょうか。雷パンチ、ここで雷パンチ。やっぱ壁張っとくべきっぽいですね。ではルージュに行きましょう。ここでルージュラの登場だ。出た、まさか。あ、もしかかりしかない。雷パンチ。エリキッドさえ倒しちゃえば多分大丈夫だと思う。強っ。エレキと早い、そもそも。うわ、これグロチリですね。あーっと、崩れ落ちた。あら、アリラリラリラ。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。もしかかりは3割増しですからね。ここ、あ、出てしまった、ハフィラス。イエンター。お
ここで光の壁の効果が切れたようです。じゃあまた勝った方がいいですよ。 HP351 ってギャグだろ。そしてハピナスの方が早い。あちゃー、いい表情しますね。これで特殊攻撃に強くなりました。マキさせよ。そしてご注意、獲物を狙う目ですね。いい感じです。あ、効くな。で、確認にならないという。で、最高記念数は今一つか。うん、大丈夫ですね。さあ、これはおっしゃ、あまり効き目がありません。はい、のしっかかり、この獲物を狙い定めるかのごとく の、 あの手の動き。で、先手取れますね。熱弁がついております。今俺のとこ生徒ってなってたな。トレーナーって出るのと生徒どっちがいいか。ここでうわっ、オッケー。よし、おっとダウンだ。最後ラッキーがいいな。ごめんよハビナス、道場でお世話になってます。当てるポケモンは1匹しか残っておりません。タブンで道場、あ、ラッキーでした。来た、これで最後のポケモンになってしまった。飛べるんですね。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。奇跡ラッキーも見なくて早いんだけど。ラッキ ー、 あー、この場面で、なんでみんなそのスペース早いの。別振り、あまり効いていない。金銀の時は分かんないけど、初代手たちがトルクチ全部に振ったんですよね。いい当たり、あ、強両者とも大健闘です。さすが進化前、最後検出。この攻撃シャー、おっと、これはいまいち。うん、大丈夫大丈夫。うるわ、決まった。へなへなへな。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここでよし、大丈夫ですね。光の壁も特に必要なかったっぽいですね。バリアードでエレキットさえ倒しちゃえば。ポケモントレーナー生徒、そんなのあり。エスパーが打撃攻撃、そんな公式版習ってないよ。今だと変態型って言われますね。エスパーと打撃攻撃の方が効果的なこともあります。うん、でもと、あの種族値が足りないっていう場合もありますが、というわけで知識を試しましょう。四天王クラス、今度こそいいとこ見せていきたい。滅びの歌の後に使うと効果的なことが多い技は黒い眼差しですね。でもこれ一緒に死んじゃうんだけどね。あ、別にいいのか。アーボのタイプは、次のうちどれ、虫草毒ですね。防御を優先したいなら相手が地面の時どのタイプに交代する、飛行ですよね。防御っていうより、まあ、防ぐっていうか爆風の覚えられる技、この中ヘドロ爆弾、雷パンチ、見せればいい。あのね、雷パンチ覚えられるんですよ爆風って。あ、今だったら普通に覚えるのか。昔確か技マシンであったんだよね。意外にもスリーパーが覚えられる技とね、爆裂パンチですね。あいつ意外とね、殴る系多いんだ。使った後5ターンの間空ビームの威力を半分にする技、雨乞いですね。意外とね、スリーパー物理技満載なんですよ。次の技のうちタイプに関係なく効く技は、怖い顔か、絡みつかうノーマルだから多分ゴーストに効果、効果がないってことですね。いた後に時間差で攻撃する技は未来予知、よっちゃんですね。この中にナッシーの一番高い能力って特攻だよね、確か。種族値問題がまだ出てくると、アーボが覚えられる卵技、猫にかまん下でな、恨みだな。オッケー、パーフェクト。アーボよく出てきたね。いや、最後の四天王クラスでいいとこ見せられた、そんな気がします。レッドだね、この生徒の、まあ、金銀だからか。あ、後ろピカチュウいるな。お見事、もう腕試しはバッチリみたいですね。また今輝いています、シャイニング。さあ、最後腕試し、ここが4人いるんで、ここの前で行きましょう。エリート トレーナーかっこオスに行きましょう。うん、失礼。破壊光線、大抵のポケモンなら一撃で KO できる。破壊光線強いんですよ、これ。ギャラドスのレベル80っておかしいですよね。で、電気玉持ってるピカチュウと、太い骨持ってるカラカラなんですよ。で、あとはここら辺は関係ないんで、じゃあ最後どうするのかって言ったら、ツボツボなんですよ。そしたら確かに、これちょっと、準備段階でやったことがあるんで、はじめギャラドスが出てきます。で、破壊光線ぶっぱされるんで、ツボツボからかな、ツボツボピカチュウからから。で、いいんだっけ、破壊光線を、ツボツボで受けて、ん？破壊光線ツボツボで受けて、ピカチュウで10万ボルトいいんだっけ、
反動のところにピカチュウ行かないといけないから、でいいんだっけ忘れてしまった。確かこれでいいはずなんですよ。立派なポケモントレーナーを目指して今ピカチュウがつぼつぼ、ギャラドスだったはずです。ここは、はい、でここのターン破壊光線来るんで殻にこもります。いけ破壊光線だ。さすが家庭で、相手次反動で動けないんだけど、ピカチュウがギャラドス抜いてなきゃ意味ないんだよね。ね、ピカチュウがギャラドス抜いてなきゃ意味ないんだけど、抜いてんのかな。ここでポケモンをチェンジです。抜いてない場合はここでピカチュウの登場だ。おっとここは動けません。抜いてない場合は多分ツボツボ捨てなんだよね。いやでも抜いてんじゃないかな。10番ボルト、あ抜いてた抜いてた。10番ボルト、さすがにこれギャラドス角1にならないと。ってことはじゃあ初め大丈夫か。初めじゃあピカチュウでよかったのか。でツボツボで受けなくていいから、そのまま普通に10万ボルトでギャラドス倒して、でここで一回ツボツボ挟むんですよ。クッションしてマウカルゴが出てくるから、強そうだ、レベル8だぜ。おっとこれは強そうだ、かっこ棒で、ここの破壊構成に合わせてツボツボをクッションにしていきますよ。この頃からクッションっていう発想がまずないよね。今だったらあの脱出カードとかでさ、脱出ボタンですね。脱出カードってレッドカードと混ざりましたね。外れると困るんで一旦からになりますね。いけ破壊光線だ。口から、やっぱ口から発揮いいよな。バケモンですね。ここで防御力はアップです。さすがにマグカルゴだからカラカラで抜けるでしょうってことですね。4倍太い骨だから倒せるってこれ気持ちいいですよね。ここでピカチュウ出てきたらどうしよう。ここでカラカラ、オッケー、カラカラシェーン。おっとここは動けません。さあ今入れ替え、はい、自信にいきましょう。うん、さすがに抜いてますね。レベル30差で抜けるんだ。性格はあったっけ。性格はあったかな。オッケー、あったっけ。金銀の時って性格ありましたっけ。まだないかな。ルビサファーかるかな。まさか一撃でやられてしまうとは。これがポケモン勝負、足が読めない。お、いいこと言いますね。鉄砲を、これに使えるポケモンは最後です。現在お前も破壊光線なんだよね。まあ、つぼつぼクッションしましょう。でレベル60の鉄砲だったら HP 低いっすね。167なんだ。ピカチュウでも倒せるでしょうっていう感じですね。まずはいけ破壊光線、鉄砲後の破壊光線。待って、鉄砲って破壊光線、鉄砲って破壊光線当たるの強いし、急所に当たったけど。進化前ってさ破壊光線意外と覚えなかったりしますよね。で逆に進化後って大体破壊光線覚えるみたいな。おっといきなりのポケモンチェンジです。ほいピカチュウ、ポケモンが姿を現します。つぼつぼ過労死ですね。死んでないけど、あの尻尾がピッてなってさ、口がパカッて開くのがさ機械的ですごくいい。間違えた、戻るで戦うで10万 B ですね。10万 V、 これ素早さ負けてたらどうしようって一瞬思ってしまった。この攻撃、ほら効果は抜群だ。プカーって浮いてる、かわいそうなことしてる口が。うん、すごいな。オッケー、どうにかやりましたね。なんかね、昔ここで全然ダメだった記憶があるんですよ。でヒントとか見てなんか意味のわかんないままクリアはしたのかな。4倍弱点とかもこの頃知らないんですよ。で電気玉と太い骨のやつをようやく知って、そんなバカなレベルがこんなに違ってるのに、どうして威力も高い技を打ってるのに、どうしてピ
カチュウに電気玉、カラカラに太い骨か、考えたね、僕の乾杯だ。あらゆる要素をうまく使っての素晴らしい感染症に、すごいすごすぎるやつ、ありがとうございます。というわけで、ご視聴いただきましてありがとうございました。あと残り3人を次やって終わりたいと思います。では次回お会いしましょう。さよなら。